見て見て。おお、新しい服ですか？そうなの。昨日見つけて迷わず買っちゃった。ああ、いいですね。渡部先生が若いですが、もっと若く見えますよ。ありがとう。年齢を問わずおしゃれって楽しみたいよね。そうですね、うん、そういえば私もこのアクセサリー買ったんですよ。あ、すごいいいじゃん。季節を問わずいつでもつけられるって感じ。そうなんです、うん、こういうおしゃれなものをつけていると仕事も頑張ろうって思います。すっごいそれわかる。今日の文法は何々を問わずです。意味は何々に関係なくという意味です。ただし、ずはないと言い換えることもできます。接続は名詞を問わずです。今回の動画では年齢を問わずおしゃれは楽しみたい、それから季節を問わずいつでもつけられそうな感じだ、この2箇所で使われていました。年齢を問わず、季節を問わず、おしゃれはいつでも楽しみたいものですよね。身の回りから雰囲気を変えてみるのもいいかもしれません。皆さんも勉強の息抜きにおしゃれしてみませんか。じゃあまた。この動画がいいと思ったらグッドボタン、コメント、チャンネル登録お願いします。この動画で勉強したい語彙や文法があったらコメント欄に書いてくださいね。それじゃあまた。